皆さんこんにちは将棋ニュース速攻をご視聴いただきありがとうございます今回は伊藤園大井お茶杯第65期大井戦7番勝負第1局より藤井壮太を痛い対渡辺明九段の大逆転を解説していきたいと思います本局は阿部間の解説鈴木大輔九段もドラマあり素晴らしい対局でしたと絶賛のコメント 終盤戦では本当に恐ろしい1%からの逆転が起きてしまいましたが感想戦や対局者のインタビューから見えてきた新たな真相またハイライトを今回は5つにまとめて初心者の方にも分かるよう丁寧に解説していきたいと思います解説者は一撃対振りシャ、ヘナチョコ球戦を出版する将棋ー,ーズ八段のシュガーですそれでは参りましょうさてそ,それではやっていきたいと思いますまず1つ目のハイライトはこちら 現局面は先手番の渡辺明九段が8七歩と打った局面となっていまして本局は本当に凄まじい大逆転劇芸術的とも言えるような展開でありましたけれどもこの終盤戦におきましてこの序盤戦からの流れを見ていきますとこちらというのはずっと先手の渡辺明九段がもう本当に緻密な努力を重ねて優位を築いて本来こう第1局というのは後手番を引いて渡辺九段をされていたわけなんですけれどもそちらを耐えに耐えしのんで そして千日手でなんとかして先手番を握ってそして2日目の夜ようやく勝率 70%80% まで築いてきた現局面というところですここでは本譜藤井聡太王位は伝説が始まった竜切りというのを炸裂させていきますそちらというのが4六竜という手でありました こちらは実のところ AI の最善手には挙げられておらずかえては AI の最善手としまして84竜という手が挙げられています、まあ、おそらくこれには視聴者の方々もなんで急に竜を切っていったんだろうと、まあ、そうなことを思われたんじゃないかと思いますこれに関しましては藤井がコメントを残されていまして確かにここでの46竜という手は少しやりすぎかなと思ったただしかしここで竜を切らずして竜を引き上げていきますとこれは勝機がないというふうに感じたとそうなことを述べています 以下一,一例なんですけれども、まあ、この AI の最善手利引を指していきますとそこで6五角なりと指していく手がありますこれで桂馬に紐をつけながら手厚く馬ができていきますとまず後手順の流というのはかなり使いどころがないところでありますそもそも動くマス目がありませんので実質流押しというふうに考えてもいいかと思います そんな中で持ち駒系と銀だけではなかなか手を作れない局面でありますしまた変えて先手は次に7二なりから6二り系と、まあ、そのような具合で必ず攻めていく集団が様々ありますのでいわばこういったところというのは展開として渡辺明九段の好むようなそういった将棋でもありますであればここで一気に切り合っていこうとこの4六竜という手はまさに渡辺九段の気風をも理解したそんな踏み込みだったかなと思います いきなりここでアクセル全開の将棋になってしまった渡辺九段はここで同歩からまだまだ最前線を続けていくんですけれどもただ、この後の展開としまして一気にリズムが崩れていったのかなというふうふに思います。 実戦はここからさらに3六角に対しまして4八玉と進んでいくわけなんですが、まあ、この角出というのが本当に先手からすれば厳しく玉を逃げていきますと5八銀などと打たれるような筋がありますしまたかえて飛車などを合駒していきましても3五桂から攻め合うという順があります、まあ、ですので4八玉6九角成は渡辺九段さすがにこちらの方がいいだろうとそのようには思っていたそうなんですけれどもただ明快な勝ち手順は全くもって簡単じゃなかったなんとなく雰囲気は 良さそうなんだけれどもただ、何が何だか分からなかったとそのようなニュアンスで話されていますまた対するじゃあ、後手番の藤井聡太王位はどうだったのかこの局面を読み切っていたのかというようなところだったんですが私は感想戦を見ていた限りですと、まあ、おそらく藤井王位は明快に自身の負けというのも理解した上でこの順を踏み込んでいたのかなというふうに思います。 以下、現局面でいやーこれで7一飛車はやりすぎですかねと渡辺九段おっしゃっていたんですがただ藤井由位いや、ここは7一飛車へ負けだと思いますともうほぼ断言するような口調でありましたので以下そこで3六桂と攻め合っていくんですが続くハイライト2つ目が現局面となりますこの3六桂は地味に1つ目のトラップというふうにもなっていまして例えば現局面で一例として3七玉あるいは3八玉3九玉と3つの場所に玉を逃げることができるんですがこの3マスのうち いいいいいずれれか2つを選んでききまままますすといきなり先手玉はトンシに追い込まれてしまいます私としましては桂先の玉寄せ肉種という格言がありますので3七玉と上がってみたくなるんですが実はこの局面は11手詰め以下4八銀に対しまして2七玉そして2八桂なりから同玉にそこで3七金と打っていきますとこれが積水となっています。 1七玉にそこで2八銀から最後1八玉に3六馬と引いていくことができますので、まあ、この3六桂と打った局面に関しましては人間的には玉を上がってみたくなるんですがえあえての3八玉と寄っていくことでこの銀を打たせない対応というのが唯一の正解となりますすで、まあ、にこの現局面からつまり藤井クイズというのは始まっていたわけなんですが以下これに対しましては2八桂り同玉でまず一つ目の渡辺九段はこのクイズに正解していきますそして続く3つ目のハイライラ とはよく見 ここで実戦は藤井聡太王位が3七銀となんといきなり銀のただ捨てをしていくんですがこの手は AI の最前手にもないまた新たな一手でありました実はこれに関しましてはどちらを選んでも正解手なんですけれどもただ実戦的には勝ちやすい一手というのが含まれていまして本譜はこの二通りがあったんですけれどもこのうち渡辺明九段は積みやすい方に漁港を逃げてしまいました実戦はここで3七同玉と応じていくんですが乾燥戦では藤井聡太 多いがいやここは17玉と上がられたら明快に負けだったと思いますとそうなコメントも残されていますこれはどういうことかと言いますとまあ、普通に考えればこれはまず人間的には即済みでありますなぜかと言いますと28銀と打つ手があるからですそこでま漁港を引いていけば頭金前ですしまた形としましてそもそもこの銀を残して積まないというのは人間感覚ではありえないところです えただ実はここで2八銀に対しましてはなんと2七玉でギリギリ歩めというところ以下3六金と打たれていきましても1八玉でここで鈴木大介九段の ABEMA の解説ではいや玉って動けなくても勝ちになるんですねと、まあ、つまり詰まなければえ玉がもし仮に動けないこんな密集された状態であっても相手玉が必死の形であれば勝ちになるんですねとえそのような表現をされていましたいやこの局面はまさにそのような感じで例えば1九銀なりえ 同玉から1七強と打っていくような具合で王手は続いていくんですがただここでちょうどぴったり桂馬の持ち駒を持っていますので1八系同強なり同玉はこれで王手が続かないというところです。 変えてはここで19銀なりに変えては17銀なりとなっていく手もありそうなんですが同玉26銀なりそしてここで引いていきましてもやはりこれも1枚足りないというところですですので詰まるところ人間的には怖いこの17玉は地味にしっかりと大手を理解さえしていれば鈴芽だったということでこれがより分かりやすい明快な勝ち筋でありましたそして本譜はここからさらに37同玉と応じていきまして36歩28玉に対しまして37金39 と進んでいきます、まあ、これでも全然先手勝ちのルートではあるんですがただ本譜の順というのは本当に大手がまだまだ続く展開でありましたので、まあ、こういった一筋縄ではいかない藤井マジックの連続というのはまさに芸術的でありますそして4つ目のハイライトとなるんですが現局面ここからとしましては藤井王位唯一の玉の積み筋というのが生じていまして、まあ、そちらを少しご紹介していこうかなと思います 実戦では渡辺明楽団はその積み手順というのを逃してしまった展開なんですが、ただ、アベマの幹線であるとか、あるいは YouTube のこの形成判断やコメント欄などを見ていますと、なんで先手の渡辺明楽団、この積み筋があるのに負けてしまったんだろうと、そんな疑問詞の声も挙げられていました。ただ、こちらをよりどんどん見ていただきますと、この藤井聡太王位というのは本当に実戦的にかなり間違いやすい順に誘っていて、 でそししてて渡辺をいたと確かに AI を勝ちというふうに言うんだけれどもただそれが人間のレベルではどれほど難しいことかそちらというのが、まあ、こちらを見ていただくとお分かりいただけるかと思います以下本譜はこの4七角に対しましてひとまず2七玉そして3七歩成りとここで不を成り捨てていきます実はこの際にここで渡辺九段がボソッと いやなんでこれ27玉上がったんだともう自分を少し攻めるような具合で39玉だったら勝ちじゃんとそうなコメントを残されていましたこれはまさにその通りで本譜はこの37歩成りが入るか否かというところが本当に土俵際のところでありましたここで27玉と上がったがゆえに一見するとこの37歩成り本当にただの大手の連続のように見えるんですがここでこの歩の成り捨てというのが命をつないだまさに神読みというところであります これが数十手後に効いてくるということで以下9く角りそしてここからなんとまず後手玉というのは31手詰めが生じています。 渡辺九段はえ確かにこの原局面、積みというふうに読み込んで踏み込んではいたそうなんですが、えただこの積み筋というのが本当に人間レベルではかなり難しいところでした。以下、4二銀なりえ、同金に対しまして、まず6一ひなりと進んでいきますえ。この原局面では後手からすると持ち駒が飛車銀とあるんですが、え歩を打っていきますと二歩でありますので、この二択というところです。ただ一例として大きい駒のこの4一飛車というふうに打っていきますとえ、これは同流から、以下、同玉に対しまして、2一飛車と打ます。 筋筋で積み筋となります少しこの手順というのはこの後の積み筋をご紹介しますと、まあ、より積みやすいということがご理解いただけるかと思いますのではしょっていきたいと思います。 本譜はここで4一銀と打っていきまして、まあ、実戦は3二銀から、なんといきなり先手の渡辺九段は後手玉を詰まし損ねてしまうんですが、ここでの唯一の詰み筋としましては4、4一同流という手でありました。まあ、確かに飛車合であれば同流という手はよく見える手なんですが、銀を打っても同流で詰むのであれば、まあ、何を合駒されてもこれ同流の筋で詰むというところです。では、果たしてこの同流の筋がどれほど際どいものなのかというところなんですが、例えば同金と取っていきますと、これは2二銀と捨てていきます。 以下、4二玉と逃げていきますと、これは3三銀と引いていきまして、5一玉、そして6一金と打っていきます。同玉にそこで金を打っていきまして、最後に6二銀前となりますので、まあ、これは超手数ながらも銀と桂馬が残るところで、渡辺九段としましても、まあ、おそらく当然のように読めていたかと思います。ということは、課題としまして、ここで同玉というのがひとまず難題というところ。本局は特にこの局面がキーとなっていまして、また渡辺明九段を混乱させる要因ともなっています。 ちなみにここあたりではもうずっと両者ともに1分将棋をずっと2 3 0手ほど続けていた状況でありますので渡辺九段としましても本当に焦っていたかなというふうに思うんですがまず渡辺九段がこの局面で読まれていたのは5二金同金に対しましてここで3二銀と打っていく手だったそうです実はこの手順でも積み筋には入っているんですがただここからの積み筋というのはなんと23手詰めとなっています 以下同玉であれば、これは3三銀から玉を引いて、そして4二銀から同金同銀なり同玉に、そこで3三金と打っていきますと、あとはバラバラしていって積みというところです。ここでどこに玉を逃げていきましても頭金から積みということで、ではこの3二銀に対しまして5、5一玉ならどうなのか、これというのもまた結構読みにくいところでありました。本邦はおそらくここで5一玉と寄られたところで渡辺九段は積み筋に気づかなかったということで、路線変更の4一同玉 ではなく単に人銀とと打っていったと思うんですがこの筋は6一金から同玉そして7二銀に対しまして玉を上がって7一銀の筋でギリギリ詰みというふうになります5一玉に5二桂成同玉そして6四桂に対しまして最後に3三金と打っていきますと、まあ、金はとどめに残せといった格言があるんですがこのように金を捨てて銀銀を打って最後に桂馬を残してこの5二の金を召し上がってから3三に打っていくという、まあ、少しひねったような 詰まし方でありますますた藤井聡太王位はこの同玉の局面では別の詰まし方というのも指摘されていまして AI の最善手順としましてはこちらが最有力となっています、まあ、いずれにしましても罪みでありますので先手勝ちの順ではあるんですがそれが5二金同金に対しまして単純に同系なりという手になります。 以下同玉に6四桂と打っていきましてここで金、金、銀、銀、銀と持っているんですけれどもただ、渡辺九段はこの順に関しましては馬がこの6号の地点に効いていますので、まあ、積みにくいというふうに判断したそうです。 ただ、6二玉に対しまして、7一銀。そして、これ同玉は7二金までで、ここで6三玉と上がっていくんですが、7二銀から、あとは金銀をゴリゴリ押していけば、積み筋というところです。ちょっとこの欠金がなかなか見えにくいところなんですが、これに対しまして、例えば5四玉に対しましては、4五金までですし、また変えて、こう上がっていきましても、8五金から、そして7六玉、そして8六金までの積み筋というところです。最後にこの玉、 といいうのののがどんどんん大海原に逃げていくものの、まあ、この8 7歩がぴったり効いての積み筋、まあ、この7七系も守備駒として活用したかと思えば最後にこの8五系から8六金のツツで積みというところでいやこういったところも本当に将棋の面白いところだなというふうに思います。ということで、まあ、局面を戻っていきまして渡辺九段としましては、まあ、端的に言えばこの積み筋を唯一見つけられなかったつまりこの4一同流以下の積み筋を見つけられなかったがゆえに正規のイヤ 逆転を起こさせてししししままったたとといいうこころでありましたいやしかしこの積み筋に関してはさすがに誰もが本当に読めないようなところですしまた特に1分将棋でありましたので1分将棋のさなかこの藤井マジックに正解できれば、まあ、それはタイトル1つや2つ取れるだろうとそのようにも感じます、まあ、逆を言えばこのような難題というのを作り上げてしまった藤井王位は本当に何者なんだというようなところですけれどもこれが大逆転の一番の要因というところです そして最後のハイライトがこちらこちらは現局面6二竜と渡辺明九段が引いた局面となっていまして123手目というところです、まあ、3二銀から捨てていきまして3三金にそして路線変更の空き王手をしたというところなんですがこの局面では衝撃的なことになんと最後に起きた渡辺九段のチャンスという場面がありますそちらというのがこの次の一手藤井王の放った4二金という手になります まあこれというのはもう本当に難解すぎますのでなるべく簡潔にやっていきたいところではあるんですが実は現局面藤井王位変えて4二銀と打っていく手が最善手だったようですこれであれば後手の方が勝率99%で藤井王位勝ちというような局面だったんですが変えて金を合ましていきますとこの後に3三なり同玉でそこでまず AI の評価値がなんといきなり完全な五分五分と表示されています、まあ、こちらははマの解説でああるるとかあるいは 他の方の評価値放送などをご覧いただいた方はえ、まあ、なんでここでいきなり語角になったんだろうとえそうい違和感を感じられた方もいるかと思うんですがえなんとここで本譜は理由を切っていたんですが変えて三四歩と叩いていく手がありました、まあ、これが本当に難解すぎまして以下二四玉と上がっていきます変えて同玉であればこれは三五歩であるとかあるいは四五金と打っていく筋で積み、まあ、筋に入っていまして、まあ、例えば三五歩でこれ二四玉に対しまして三四金から最後引いて そして2四銀同歩にそこで2三金取っていきますと、まあ、これはいずれにしましても積み筋に入っていますですので、まあ、この3四歩に対しましては2四玉と上がっていくこととなるんですがそこで先手としましては必殺の一手というのがありますそれが3五銀という手 変えては、ここで25銀と打っていきますと、これは13玉と引いていきまして、まあ、見事にこの6級の馬が最後37歩成りとなり捨てたことによって、14銀以下の積み筋に対して、同馬と取り返すことによって、不詰めというふうになっているんですが、ただこの手に変えては35銀と一路ずらして打っていく手がまさに芸術的なさらなる大逆転となっていまして、例えば13玉に対しましては25桂と打っていきます。 同,馬同歩でこれで大手が続かないけど大丈夫なのかというような局面なんですがなんと恐るべきことにここで後手からしますと飛車銀桂風2枚と持っているんですが先手玉が積まない形となっています。 例えば3級車と下ろしていきましても26玉で37銀からかなり怖い局面ではあるんですが36玉と寄っていきますと意外にも大手がかかりません、まあ、48銀ならずというふうになると思うんですがそこで45玉と上がっていきますと、まあ、これで35ひなりそして44銀と打っていきましても26玉と引いていけば大丈夫ですしまた45玉に桂馬と風2枚だけでありますので何か1枚金駒さえあれば54に X 打って、まあ、それで積み水ということになるんですが ただ桂馬では王手が効かないというところです本当に際どい局面なんですがなんとこの2号桂同馬同歩の局面で先手は勝ちになっているということでこれがまさに恐ろしいところですまた3号銀にじゃあ変えて同玉ならどうなのかというようなところなんですがここで金金桂一見すると後手玉は詰まないように見えるんですがただ詰まさなくてもなんと先手玉はここから生き延びる術というのが生じていますそれが一度号金と打っていく手 この馬の利きというのはやはり詰めろ回避を狙ったものであるんですがそこで同馬それに対する返し技を炸裂させていきます。それが4号金という手 これであえて金を7マにしてからそして玉を引かせて2五歩と、まあ、時差でこれ取っていくことによってこれが王手になっているということで、まあ、同玉とはなかなか取りづらいのでおそらく1三玉と引いていくことになるんですがそこで最後にこの9二竜と馬を2枚取っていきますとこれで先手玉が安全になるというのは、まあ、部分的には本当に必死の局面だったんですが王手を連続でかけていってそしてこれを2枚外していきますと、まあ、確かにこれは飛車金銀銀という風になっていますので とというところですまた局面戻っていきましてじゃあ銀合いならどうなのかというようなところなんですがこれは3三歩なり同玉にそこで3四歩と叩いていきましても2四玉と上がっていきます3五銀にはそこで1三玉と引いていきまして今度は2五桂そして同馬同歩の局面では持ち駒が四車金となっていることによって3九飛車からそして玉を上がっていきましても今度は3六金から次筋が生じています つまりこの最後の積み筋3六金と打つために金をとどめに残せというところで銀を打つのが正解だったようです。 ただこの一瞬の金と銀の違いというのをとがめるのはもう本当に神業すぎますのでさすがの人間も読み切れないというところ実戦はこういった一瞬のチャンスをあったもののただ渡辺九段はやはり実戦心理としましてはずっと連続で王手をかけていますのでもうこんなところに目がくらむというところではありませんまさかの馬2枚を外していくという発想も当然考えられないところでありますので、まあ、4 2金から3三歩成そして同玉に対しましてこれで後手玉の即積みを狙っていくこととなります以下4-2同銀 ししまして本譜は3四歩でここから一気になんとか積み筋を狙っていくんですがこの際に2四玉で今度こそ後手玉は歩詰めとなってしまいました。 以下2五金と渡辺九段打っていくんですがそこで1三玉と進んでいきますやはりこの局面になった際にこの常に3七歩成という筋が効いていまして、まあ、この歩の成り捨てさえ入っていなければ1四金の筋であるとかさまざ、あ、ま積み筋あったと思うんですけれども、まあ、この6九の馬が何とも憎いというところで1四金に同馬と取られてしまうのは本当に手厚いというところです 本譜は2二銀と打ったところで鈴木大輔九段、まあ、解説の際にはいや私も棋士生活長いですけど初めて見る光景ですこれは泣くに泣けないね本人はまだ詰むはずだと思ってやってますからねこんなことがあるんだ、まあ、そのようなコメントを残されていましたまた同玉に対しまして3三金と進んだところではいや渡辺さんでも投げきれない時もあるんですね 普段の渡辺さんならこんなことしないんですが心の整理をつけてるみたいなとそうなことも述べられています実戦は13玉と上がったところで、まあ、ついにここで持ち駒が金桂のみとなってしまいましたので渡辺明九段136手を持ちまして投了となったんですが、まあ、ただこの1局振り返ってみて改めて まあ渡辺九段って本当にタイトルダッシュ防衛確率75%くらいの本当に将棋の歴史に残るようなトップオブトップの歴士なんですよね、まあ、言わずもがな天才騎士というところなんですがそんな騎士にも結構な頻度でこんな大逆転勝ちを起こしてしまうというのは、まあ、藤井七冠には何か魔法がかかっているんじゃないかと常々思ってしまいます。 未だに現実味がないと言いますか、本当に空想上の人物なんじゃないか、作り話なんじゃないかと思ってしまうような将棋ですが、それくらいすごい対局だったと思います。またやはり、感想戦、こちらの全体を振り返っていきましても、やはり渡辺九段は基本的に干渉を目指すタイプであります。感想戦では、コメントとしまして、 ここんんななななな急な流れれれになるははずじゃかかかっったた作りがおかしかったとそんなコメント残されていますこれは序盤から模様よしを作り出して中盤も押し切って終盤も明快な一手差で見事勝ち切るとそういうのは渡辺将棋の理想があると思うんですが対する藤井将棋というのは序盤、中盤、終盤すべて隙がないこの完璧的な強さなんですけれどもただ基本的に根本的なところでは高性能コンピューターのようなすべてを計算読み尽くして切りかかる終盤型です。 全体で、まあ、模様勝ちを目指す渡辺九段と藤井将棋の鋭さ両者のいい一面が出た1曲だったのかなと思いますまたインタビューの際には藤井聡太王位も、まあ、本当に1曲目内容はかなり反省すべきだったとそんなことも述べられていますしまた対する渡辺明九段も、まあ、本当に悔しいような表情で、まあ、気を取り直して2曲目頑張っていきたいとそのように述べられていましたのでこの悔しさがあるというのはまだまだ渡辺九段も本当に実力を発揮してくれるようなそういった期待が 感というのも感じます。この両者の熱戦が繰り広げられることを今後とも楽しみにしていきたいというところです。いかがだったでしょうか。今回は藤井聡太を相手に渡辺明楽団の大逆転劇を解説していきました。ぜひともわかりやすいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またつい先日アベトナ将棋速報という新しいチャンネルを始めました。 こちらでは、アベトナの切り抜きであるとか、あるいは名場面というのを分かりやすく切り抜いて解説しております。こちらもよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。